はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回は前回に引き続きメディアアーティストの岡久紀子さんをゲストにトークを続けていきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いいたします。後半はどっちかというとプライベートについて迫っていきたいなと思うんですが、はい、毎回ゲストの方に聞いている質問から最初いきたいと思います。いつから美術に興味はありましたか？何ですかその表情は。いつから美術に興味はありましたか？美術って何ですかね。例えばじゃあ美術館にはよく行ってました？子供。美術館、出たような。本当ですか？でもなんか私18歳ぐらいまであんまり記憶がないっていうか、あるんですけど、あんまり生きてるっていうことに気づいてなかったような気がする。ちょっと怖い怖い。ちょっと怖すぎて。どういうことですか？なんか、淡々と日々を過ごしてたというか、なんか、生きてるって、なんていうんですか、なんか高校卒業したから友達と喋ってて、あの時のあの先生ムカついたとかそういう話があるから、そんなこと思ってたみたいな、なんか何にも考えてなかったんですよ私。でも中高の時はでも物心はあるわけです。一応あったんですけど何にも考えてなかったです。逆に、はい、そういう性格なのにどこで、はい、じゃあ自我が芽生えた。大学からも大丈夫かな？大丈夫でもいいんですけど。大学に入って、なんか哲学好きの人とかに会い始めて、そういう世界あるのかみたいな感じで、なんか考えるようにはなったとは思う。それまでは別にその、あんまり自発的に考え、流されてたもん。なんにも考えてなかった。なんか学校の先生も、先生という人が学校に、先生というのは学校にいる人みたいな感じでしか見てなかったよね。部活とか部活も一応やってたんですけど、まあ思い返すからそう感じるだけかもしれないですけど、まあ絶対感情とかはあるんですけど、なんか淡々となんか。部活は何やってたの？バスケットやってました。それこそなんかこう、県大会出られたとか、そういう思いはある？あんまりなかったかもしれないです。なんかやってたって感じなんですよ。なんか、わかります？この感覚。いや、わからない。わからないから今深掘りしてます。ああ、そうか。じゃあ、小学校、中学校の時にあれがすっごい好きだったとか、なんかすっごい悲しい思い出があったとかっていうのはあんまない？ないです。悲しい思い出。悲しいとはなんかきっと悲しいとかはあるんですけど、思い返せばですけど、なんか、やってたって感じですね。そう、悲しい思いをやってた。でもじゃあ中高そうで、その大学は、じゃあどこに行こうと思ったの？京都出身なんですけど、京都の普通の大学に行って、その時何学部だったんですか？その時英文学に行ったんですよ。女子大の。でもその、同じ大学系列の、共学の大学があって、そこの写真部に、系列大学なので、その、他の大学の写真部に入って、麻雀三昧でした。写真じゃないですそこで麻雀を学んで、麻雀は楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんかなんでこんなに好きなのに勝てないんだ、みたいな感じです。そうで中高の何にもなんか、急にハマったことがまず麻雀だった。でも、その、高校の時に、本当は、一回、高校生の時に、1年間カナダに留学して、で、帰ってきたらもう大学受験だったんですよ。で、美大に入りたいっていうのはやっぱりあったんですよ。美術は好き。絵描くのとか好きだったんですよ。でも、なんかその、この大学入りたかったらこの描き方とか、この大学入りたかったらこの描き方とかがあったのが、なんとなく性に合わなくって私は。それだったらもっと勉強を頑張りたいみたいな感じで英文学に行ったんですよ。で、そこで麻雀始めて。英文学に入ってそこで麻雀始めては繋がらないんですよ。あんまりそのなんか、英文学の皆さんが麻雀やるから。すいません。しかも中国語だし。そう、本当だ。英文じゃないし。そう、で、サークルの人に。すごい楽しかったんですよ。その、なんか、徹夜しながら、なんかこう。どうやってやるんだみたいな感じでやってるのも面白かったんですよ。そんな、なんか。でも写真部だったので、その写真展とか
をやるじゃないですか。はいはいはい、その時に、なんか一枚で出そうとすると、絶対出せないんですよ、私は。で、組写真じゃないと、ピンとこないっていう。自分の表現したいものが一枚じゃ無理なの？無理。写真めっちゃ難しいってなって、あ、組写真ってことは映像の方が合ってるのかな、みたいなのを考えてたんですね。で、そしたら、その頃、なんか別の、美大の短大の人たちの卒展みたいなのがあって見に行ったら、なんか私と同い年ぐらいの人がもうすごい上手い絵を描いてて、なんかそれを見た時にこのままじゃダメだってなって、辞めて、大学を辞めて、麻雀も辞めて、それで、その時、なぜか気になる、この人たちめっちゃ気になるっていうのは全部イギリスだったんですよ。だから、まあ、カナダに留学してたから、カナダに戻るかと思いきや、イギリスに行くってなって、イギリスの大学に。それは美術系の大学に。美術系の大学に。で、映像系に、やっぱ進みました。その先、これから聞くんですけど、はい、ちょっと今この段階で振り返っていこう思ったのは、はい、麻雀のくだりなくても全然繋がりますよ、ね。その面白い話だから聞いてましたけど、なんか麻雀がどっかに生きてくるのかなと思ったら、全然生きてこない。本当だ。ごめんなさい。いや、大丈夫です。いいです。大丈夫です。麻雀の思い出は。麻雀の思い出、その中高生の思い出がなかったの。麻雀の思い出はもう、先輩。そうです。でも、その写真部の先輩とかと一緒に麻雀やってたんですけど、うん、その人たちと会うことによって、うん、そういうなんか、哲学書とか読んでる方とか多かったので、それではそういう考え方もあるんだなとか、そういうのにちょっと入ってったっていうのはあります。で、麻雀いろんな感情も湧きますしね。クソ、うん、みたいな。そういうことですか？そうですね。そういうので、こう、形成され、感情も形成され、うん、ほんで、組写真から映像で、ロンドンとかに行かれた。はい、これは何歳ぐらいになるんですか？でも二十歳とかそのぐらいで。で、もうその時も単身で当然行って。単身で。それは、その僕はやっぱその留学したことだからあれなんですけど、その学校に入るのは難しかったのに、それとも結構どういう感じなんですか？なんかその頃は、今もそうかもしれないですけど、なんかイギリスのそのロンドン芸術大学っていうグループが日本に来て、多分日本人の学生が欲しいから、日本でなんか面接とかするんですよ。で、その時にその写真で作った作品とかを持って行って、こういうのやってるから、どういう学部が合ってるのかとかもわからないんで、相談しながら決めるんですけど、じゃあ君は、ここを入れるよみたいな感じで、それはなんか大学っていうよりも大学の基礎コースにまず入るっていう感じなので、ファンデーションコースっていうのにまず入りに行くっていう感じです。そこはまあみんな入れると思うんですよ。でも最初からもじゃ映像だったんですか、その時。その時は、そうですね。何学部だ？メディア学科みたいなところに行きました。で、いろいろ、クラスが置かれるんですけど、その本当にテレビ局で働きたい人はこっち、はいはいはい、アニメーションやりたい人はこれ、とかなんかいろいろ分かれるんですよ、で、なんかいろんなのをちょっとずつ、やって、1年かけてやって、で、大学受験の時になる時に、私は、こう、ファインアートやりたいですとか、そうやって、学部を決めていく感じで。で、お客さんはどこに行ったんですか、その時は。私、その、ファンデーションコースですか？うん、その最終的に、そのテレビとかいろんなジャンルで言うと、もうファインアート。ファインアートメディアに行きたいってなって、ファインアートメディアの学科のあった、チェルシーっていうところに行きました。そこでは何年ぐらいまで行ったんですか、チェルシー。チェルシー行ったの何年前ですか？あ、いや、そこでは何年ぐらいの？あ、チェルシーは3年間。3年間か。それやっぱり映像のファインアートの先生が教えてくださるんですか？教えるって言っても、なんか本当はセントマーチンのっていう大学があるんですけど、セントマーチンのファインアート学科に行きたかったんですよ、でもやっぱそれって結局、セントマーチンの方がその頃は知名度があって、そこぐらいしか、なんか単純なんで、そこぐらいしか考えられなくて、そこに行きたいって言ったら、落とされたんですよ。君はここじゃないみたいな感じで。なんかその、向こうの、面白いなと思うのは、なんか試験とかじゃなくて、その学生がそこの学部に合ってるか合ってないかって決める感じなんか。テストじゃない？テストじゃなくて。雰囲気というか、なんかそういうので、それは
試験官みたいな人が決めるんですか？そう、チューターとかと面接して、うん、私の時はですね、うん、今はどうなってるかわからないですけど、うん、それでその作品も見せて、うん、合ってたら撮ってもらえるし、うん、合ってなかったら違うって言われて、でも違うって言って、じゃあその分こっちがいいよみたいなとこまで言ってくれるんですか？どうだったか、その時ちゃすいませんちょっと覚えてないんですけど、うん、セントマーチンだから行けなかったから、うん、じゃあちょっとチェルシーの先生と喋ったら、うんま、いいねってなっておいでよってなったんですよ。そんなニュアンスなんですね、向こうだと。そうなんですよ。なかなか日本だとあんま考えられないないですね、うんうん、なんか勉強頑張らないといけないとかありますよね、うんうん、なんかそういうのじゃなかったんですよ、でも結果としてチェルシー行ってよかったなこういうのなったなりました、うん、なんか、うん、セントマーチンは、まあ、すいません、もう本当に昔の話なので、その頃になるんですけど、セントマーチンは、課題があって、課題を出されて、それをもとになんかリサーチとかして、リサーチベースの作品を作っていくっていう課題がずっと出てくるんですけど、チェルシーってもう全く放任主義というか、もう何やりたいのやればみたいな感じなんですよ。で、毎週チューターに会ってこういうふうに進んでますっていうのをやるんで、最初行った時私実は2年ぐらいなんかうろうろしたんですよ。その映像からその写真が、写真部から来て映像って思い込んでるんで、なんか街に繰り出してこうなんかビデオを持ってさまよう日々が続くんですよ。何が撮りたいのか、なんかこれ撮りたいけどうまくいかないみたいなのが続いてて、でなんか2年生の終わりぐらいに、その時になんかあの趣味でいっぱいコピーをしたなんか素材をめちゃくちゃ収集癖があった。紙でコピーってことですか？紙で。映像じゃなくて、映像じゃなくて、なんか。例えばどういうものをコピーするの？雑誌とかですか？雑誌とか、なんか図書館で見つけた本の、なんかカタログの、この絵好きとかいうのをもうすっごい量貯めてたんですね。で、その頃、なんか昔って、私がいた頃ってまだインターネットとかもあまりなくて、いつって感じですけど、なんか親になんかビデオレターみたいなの送ってたんですよ。で、その、持ってたその切り抜きみたい、なんかその持ってたコピーの中から、なんか女性のなんか絵を切り抜いて、ビデオカメラの前に置きながら、こんにちはとか言って、私は元気だよとか言って、なんかその人のアフレコしながら、なんかビデオレターをこう、ロンドンはこんなとこだよとか言って撮ってたんですね。でそうしたらなんかやっぱ、なんか自分で、こう、なんていうんですか、その素材をコントロールできるからいいやんみたいになって、その、ビデオを作ってた時って、その、あるものを切り取っていくじゃないですか、その。日常の光景というか、世の中の光景は。私が、その、セットアップできない、まだペーペーなんで、その、あるものをいいと思った瞬間、こう、切り取っていくんですけど、その、自分で切り取ってコラージュとかし始めると、自分でコントロールできる。はい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 。その、なるほど。外にも出なくてもいいし。だからドキュメンタリーじゃなくて、自分で作る、フィクションよりもノンフィクションの方がいいみたいな。そうそう。逆か、ノンフィクションじゃなくて、フィクションの方がいいですね。の方が自分でも、うん、合ってる。合ってるってなって、うん、そこからちょっとアニメーションの方に進んでいくんですね。で、それが始まりで。映像のアニメーションでは、まあ、いわゆる一般的にアニメーションって言うとセル画がたくさん出てる。あ、そうです。というよりはどういう感じでそのアニメーションを作るの？それ、コラージュの、うん、コラージュって、コマ撮りアニメーションの、ストップフレームアニメーションで、家にちっちゃい机があったので、そこにビデオカメラ上に乗せて、もうその時はもう、あの、カチッって一コマずつ撮る機材がないんで、もう1秒ずつ撮っていくんですね。で、25フレームできるから、25フレームを編集するときに、1フレームまで切って、もしくは2フレームまで切って、それをどんどん繋げていくっていうのをやってたんですけど。それがもう一番最初の自分で作ったアニメーションってのは、じゃあどういうものを作る？本当に一番最初に作ったのは、友達で音楽やってる子がいたので、その子の写真を撮って、で、切り抜いて、なんか、ぐちゃぐちゃのアニメーションなんですけども、画面の端からもいろんな紙とかがビヤーって出てるんですけど、まあ、それもありみたいな、動けばいいみたいな感じでやってた、すっごい荒削りの。それ何分ぐらいの尺で何コマぐらい作ったんですか？それは、
2分か、結構短いです、うん、2分ぐらいで。でも、賞取ったんですよ、それで。それ、なんか、向こうの賞だったんですか？向こうの学生の本編の賞取って。へ、え、ぇー。もう、荒削りのマジックみたいなのが。そうなんです。だから、それでめっちゃハマり始めて、ハマったんで、その、チェルシーの、その、方針っていうんですか、好きなことやっていいよっていうのが、すっごい良かったって後で思いました。その時にでもそのチェルシーの先生はじゃあそういうコマ撮りアニメーションの先生がいるとかでもない。もう自分の自発的に見つけて、でそれをこうじゃあ先生に言うわけですよ。こういうの、はい、でまあ賞も取って。だ先生はどういうアドバイスくれるんですか。いいねって感じです。ごめんなさい。こうしたらいいよっていう、そういう具体的なアドバイスではないです。そうなんですよ、うん。具体的ではなかったです。うんうんうん、なんか、今でこそって言ったらあれですけど、まあ、今 YouTube の時代で、はい、まあ、みんな映像もしか もうスマホでも編集できるから、アニメーションって昔より今全然楽じゃないですか。そうです。か当時やっぱ少なかったですか。少なかったですね。うんうん、その学部でやってるのは私しかいなかったですし、うんうんうん、先生もいなかったし、うんうん、なんか自分で独自の方法でやり始めたって感じで、またあれですけど、なんかこれが何なのか分かる、映像なのか、なんかでも動く、紙がこうストップフレームで動いていくからアニメーションで呼んでたまでだって、世間一般でいうアニメーションかって言われたらまた違うのかもしれないから、なんかそういう名称が分からないところに自分を置きがちっていうのが、最初からそうだった。そうだった。みたいですね。でもその賞を取れるって最初は思ってなかったんですか？最初に。手応えはあったんですか？自分なりの。いや、なんか。作品が出来上がった時に。なんか出してみようみたいな感じで出したら取れたっていう感じ。そういう時ってその後のその受賞作一発目とかってプレッシャーにはならないですか？次から。意外とそうでもなかったんですか？そうですね。そのアニメーションをなんかだから作るときって多分まあちょっと言葉を選ぶんですけど、例えば絵画だったらなんかある程度衝動的というか、うん、こういうの描きたいと思ってパッとできるけど、うん、そのパッと思いついてもその労力が全然違うじゃないですか。だから思いつきでやれるもんでもないじゃないですか。このアニメーション作るときってどういう風ななんだろうモチベーションじゃないけど、最初にまず作りたいものがあって。うん、めんどくさそうだけどやってこうなのか、ある程度こういうことやったら楽そうだからこういうの作ってる。なんかその、なんか作りたいものが先なのか、作り方を考えるのが先なのかじゃないけど。作りたいものが先な感じがします。そのなんか作りたいもののなんかそのモチーフってどういうのを選んでるの？なんか日々の生活で感じたこととか、思いついたことっていうかな、気づいたこととかを、なんか擬人化してる感じ。イメージで、イメージでその言葉とかになってないその気づいたこととかをイメージで捉えて、それを擬人化っていうんですか、なんか映像化させてやってる感じ。基本的に未だに今でもアニメーション作品とか映像作品はやっぱ一人で、まあその音楽はとかはまた別の人かもしれないけど、まあ本当に地道にやる作業。そうです。めんどくさくなったりはしないんですか？なんかたまに疲れたって思う時ありますけど、でもなんかできる、こと、一つの私の中でできること、私の中でできることの一つではあるので、やるときは、なんか 100% でやってる感じです。でもじゃあまずちょっと話を戻して、じゃあその、学生の時に賞を取って、で、チェルシーの先生も、もういいねって言ってくれて。そしたらもうその時点から、もうこの道に行こうって決めてた。決めてはないんだ。あ、そうなんですか。なんか本当に、なんかフラフラしてるというか、よくわからない、なんて言っていいのかわからないですけど、これだっていうのはなくて、ただ面白いからやってたっていうのが、結構、だからそういう将来設計みたいなのはあんまり考えてなかった。ような感じで、ね、でもじゃあ卒業制作とかもまあもちろん知って、その後はどういう道を通っていくんですか？その後は、じゃあもう卒業したら日本帰るのかって思ってたんですけれども、なんか その当時はその RCA ってロイヤルカレッジオブアートっていう大学院があって、そこに行けたらいいよねみたいなのがあったんですね。そのチェルシー3年終わった後とかですね。次の、まあ、大学院大学院まで行くかみたいなので、で、なんかまあ、
記念受験みたいな感じで受けてから日本帰りたいってなって、ちょっと受けるみたいな感じ受けたら受かったんですよ、それが。で、その時の RCA って多分実験的に やろうとしてた時期で、今まではそのアニメーター養成というか、アニメ、将来アニメーターの監督として、やれるような人たちを、だからもう本当に学部とかでもアニメーションを勉強してきた人たちを撮ってたんですけど、それはやっぱりいわゆる商業映画とかもアニメーションやる人たちって感じですか、どっちかというと。そういうところで結構ちゃんと地位はあった、地位、なんか評判は良かったところなんですけど、その年からはなんかそのファインアートからの子たちも入れてちょっと混ぜてみようって実験的な年だったみたいで、だからちょっとイメージがあれかもしれない、日本でいうと代々木アニメーション学院のエリートたちがそのところに芸大から来たアニメーションスタッフに来たみたいな感じ、なんかそんな感じです。はい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 。それで入った感じ。その時にはそっち側の、そのお客さん側の人は他にも何人かいたんですか？何人かいました。でも一人。あ、でも少ないですか、全体から見たら。なんかでも面白いミクスチャーだったような気がします。なんかメディアアートをやってた人もいたし、数学やってる人もいたし。数学やりながらアートや。数学アニメーション作ってる人とかもいたし、本当にザ・アニメーションやってきましたみたいな人もいたし、なんかいろいろいましたね。もう本当に、そう今ふと思っちゃって、聞いちゃうことであれだかもしれないけど、今日本、まあアニメってやっぱ日本のイメージがすごく強くて、日本でも、まあ今なんて本当に山ほど、そのシーズンになったら、やってるじゃないですか、いろんな、また、7月からまた新しいアニメたくさん始まりました。それぐらいイギリスでもやっぱりアニメのテレビで放送してて、だからそこの学校に行く人たちが作ってらっしゃるというか、日本ほどそのアニメの需要ってあるんですか、イギリスって。あ、そういう感じのアニメーションじゃないです。もっと暗い感じの。あ、でもやっぱアートアニメーションみたいなの。それは、でもイギリスの映画館では封切りされてるんですよ。そういう、そこの、だから同期で育った人たちはそっちで今活動されてる。いや、あんまり違いますね。アーティスト、本当にもうアニメーションやらなくなった人で、アーティストとして活動してる人もいれば、学校の先生やってる人もいるし。じゃあ日本ほど、要するにそのアニメーターの、その、職がこうあるわけではないですか、なんかイギリスは。なんかアニメーション、なんかアニメーション、カートゥーンネットワークみたいなのはあったりするんですけど、そうやって聞かれたら、RCA 卒業した人で、そういう商業的なアニメーションに行った人は。あんまりいない。あ、そうなんですか。そういうジャンルはあるっちゃあるんですけど、日本ほどではないかもしれない。ちょっとあんまりわからないかもしれないです。でもその子で、まあ、お客さんはその、まあ、ファインアートの、まあ、アニメーションをやってってことですよね。そこは何年間？そこは2年間。で、2年間、まあ、新しいことも学ぶ。そこで学ぶことは、やっぱりどっちかというと技術的なものを学ぶ。技術的なことでしたね。やっぱ変わりました、そこで学んだ2年間って。はい。別に僕怒ってるわけじゃないし、責めたわけじゃないんだけど、そうですね、どうだったかなと思う。なんか、私が言ってた頃って、本当にアナログのアニメーションからデジタルに切り替わる頃だったんですよ。で、私はその、RCA の地下室に、モンティパイソンってわかります？モンティ、僕大好きです。大好きです。モンティパイソンが、オープニングに使ったアニメーションを作ってた機材が地下室にあって、もうそこをもうずっと、入り浸って、そこでもう作品作ってて、みんながデジタルに移行してるのに、いや、私は行かないよ、みたいな感じで。モンティパイソンの、最初だから始まる前の、アニメですよね。そうです。コマ撮りみたいな。コマ撮りの。え、あれがそこにあったんですか？ あったんです。その時の、だからその素材もそこに置いてあるんですか？素材は置いてないんですけど、その機材が置いてあるんです。その、コマ撮りアニメーション用の、そのレイヤーがいっぱい載ってるものが。で、私はもうここに、地下にいます。みたいな感じでずっと地下にこもってやって、それを使って作らせてもらえたりするんですか？そうです、そうです。もう、なんかみんなデジタルに行こうとしてる時なんで、もうそこは私の城みたいな感じで、ずっと2年間いて、で、そのコマ撮りのやり方とか、まあそういうのも勉強しましたし、すごい良かったんですけど、やっぱり、その外に出た時に、なんか、おおみたいな。なんかその、ちょっとどういうこと？なんていうんですか？その、卒業してから。で、外に出たときに。外出たわけじゃないですね。眩しいとか、外に出たわけじゃなくてね。
じゃなくて、なんていうんですか、なんかその、好きなことをやらせてもらってた分、外に出た時に、それを武器として戦うには、ちょっと社会が強すぎたっていうんです。なんていうんですか、守られてた分、その、私はやりすぎて自分のやりたいことを、なんかそれが、その、外に出た時に、うまく、武器として動かない。外に出たら別に、その、時代的にはアナログいらんし、みたいな。でも、ね、この2年間の間に準備してる人たちは、外に出たら、こう、行きたいから、今のうちにフィルムフェスティバルに応募して名前出しとこうとか、この技術学んだこうとかやってるはずなんですけど、私はもうそんなことを気にせずに、そうみたいな。面白いってずっとやっちゃったんで、結構出た時に、ちょっと大変だったりします。だからそれが、例えば絵画とか彫刻だったら、まあなんかそういう、まあ絵画だったら、なんとか手に出せばいいとか、彫刻だったらこうとか、映像の場合は、まずどうしたらアーティストとしてやっていくっていうのが第一歩じゃ。本当にその時難しくて、その私が入った時は、その RC のアニメーション学科、学部って、その、アニメーションのプロダクションカンパニーとはすごい強いつながりがあったので、そういう方向に行きたかったら、全然、就職みたいなんで、斡旋してくれるんですけど、アートアニメーションやりたいって言ったら、もうつながりが全くなかったんですね。だから最後のチュートリアルで、私、こっちのアートの方行きたいんですって言ったら、頑張れって言われたりとか。なんか、これもないし。そっか、頑張れって言われて。頑張れって言われて、最初はどう頑張るんですか？第一歩目は。第一歩目は、でもやっぱりビザも切れるので、一回日本に帰るんですけど、で帰ったら帰ったで、もう皆さん、なんていうの、私の周りもみんな卒業して働き出してるし、京都なんですけど、京都は京都で、なんかもう、大学がみんな、なんかグループというか、なんか入れなかったんですよ、その。卒業メンバーでなかなかグループになってるんで、私が急にポンって帰ってきても、どっから来たみたいな感じで。なんか、あとこんなこと言うと、京都ってそういうの強そうですよね。私はわからないですけど。なんとなく京都のね、イメージはそうですよね。そう。で、なんか私は、今はまた違うと思うんですけど、その当時は、なんか私こういうことしたいって言っても、頑張ってね、みたいな、自分の言い方もあったかもしれないですけど、なんかなかなか入り込めないな、みたいな、どうしたらいいんだろう、とか思って、でもまあ自分で、その、RCA でやってた機材も家に帰ってくるとないので、京都にもないから自分で作ろうみたいな感じで、もうアナログにこだわってた人間で、自分でなんか資材とか買って、組み立てて、なんかガラスとかをなんか7枚ぐらい、レイヤーでなんか装置として作らないといけないんですけど、持ってきたと思ったらなんかその装置がギューって歪んだりして。歪んだりして。別にそういうの溶けなきゃ。って甘かんってなって、で、そこからなんかもう諦めてデジタルに進んでいくんですけど、だからあの時、学生の時にあんだけ拒否してたデジタルを、やらざるを得なくなってデジタルに行くんですけど、その、アナログ出身なので、そのデジタル使ってもアナログ的な使い方をするっていうのが結構自分の色になってるかもしれないです。無駄ではなかった。無駄ではなかった。そうなんです。でも、だからといって、この技術が、その、いわゆるアニメーションのカンパニーが欲しいかって言われたら違う、もう、癖が強すぎるので違うっていうので、結局、だから そっちにも行けず、自分の色をどんどん強くしていくっていう道に気づいたらなってるって感じです。でもそれでじゃあデジタルで作品作って、自分の中でその、まあ、アーティスト、岡久典子の、なんか、あそこでなんかちょっとこう、人生変わったのじゃないけど、あそこから転機になったのはどの辺なんですか？どの辺なの？その、日本に帰ってきて、ちょっとだけ、2年間、東京の会社で働かせてもらったんですよ、デザイン会社。デザイン会社。その時にすごいいろいろ教えていただいたような気がして、その2年間無駄ではなかったと思うんですけど、その時に。どういうものを作ったの？このデザイン会社。
なんか広告関係のやつで、なんかフォトショップとかイラストレーターの使い方とかそこでいろいろ学んで、基礎は学び、それを駆使しながら、アフターエフェクトでアニメーションデジタル作っていって、で、そのまま、その技術を得て、イギリスに帰るんですね。で、最初はやっぱりアニメーションが武器なので、アニメーションで作品作ってて、いつから作品作ったのがなんかギャラリーとかで発表したりしてたんですか、その時。なんかたまに、もう、でもどこに所属してるとかもないので、なんかやるって言われたら、やるみたいな感じで、なんか、これやるっていうのが、なんかうまい具合にずっと続いていくんですよね。で、だからなんかそういう感じでギャラリーで出したり、なんか、その、ミュージックビデオ作って、作ったりとか、なんかその行ったり来たりがあるんですよ、そのアートと、なんか商業というかの。だから、なんか、何ですかね。何ですかね。でも、食べていけるじゃないけど、アーティストだけで独り立ちできるなっていうタイミングとかやっぱなかったですか、自分なりに。これ、もうこの道でいけるなっていう。でも、あと、イギリスに、その2年過ぎてから、帰ってからは別に、バイトとかもせずに、それだけで生きてる。じゃあ生きてるんですけど、じゃあアーティスト一本かって言われたら、そういうデザインのやつとかもしてるので。でも、デザインのやつも結構その自分の作品、作風が好きで頼んできてくれるので、全部もう、じゃあこれもやりますみたいな感じで自分の色を出してるので。いわゆるクライアント仕事としてやってるっていうよりは、やっぱり自分のアーティスト活動として。で、じゃあ、その、例えば、美術館からのオファーというか、まあギャラリーで発表してるだけじゃなくて、こう、美術館がうちでやってくる。まあ今回ね、私でもやってますけども、最初はどこだったんですか、一番。美術館、美術館からお声掛けいただいて、芸術祭とかなんかそういうのっていう。どこだろう。なんか2015年ぐらいに、なんか、あの、コミッションだったんですけど、イギリスの、ダービーっていうところで作った作品は、なんか美術館というか、なんか文化的なギャラリーみたいなところではやらせていただいて。その時はどういう作品を、どういうオファーでどういう作品を作られたんですか？その時は、まさになんかアナログからデジタルっていうテーマがあって、2015年なんで、その頃まだ人々はアナログかデジタルかってやってた時代で。で、それはダービーっていう、ところで、ダービーってあの、だから、あれですね、競馬ので有名なダービーってことですか？ちょっと違うんですよ。イギリス、ロンドンから電車で2時間ぐらいちょっと北に行ったところにある地域で、ダービーは、あの、競馬のダービーはまた違う。また別のところ。ダービー州っていう地域があって、で、そこの、その、アーティストのレジデンス的なことで呼ばれていたんですけど、で、それは、なんか、実はダービー州って、なんかピークディストリクトっていう大きい地域があって、国立公園があって、そこを調べるとめちゃめちゃ、あの、なんか、歴史とか伝説とか、いろんななんか不思議な、なんかこう、ペイガンの人たちがお祈りするような場所。ペイガン、あの、自然崇拝みたいなのとか、そういうのがあって、結構イギリスって、あの、ストーンヘンジとか有名ですけど、なんか、いろいろ調べると、実はそこめっちゃスピリチュアルみたいなのがあるんですよ。で、あと、その、産業革命とかでも有名な場所だったので、そこに行ってリサーチトリップをして、22個、そこで逸話を探して集めたんですね。で、なんで22個かっていうと、アナログからデジタルなんで、アナログとして、それをフィルムストリップというか、なんかフィルムのコマとして22個のストーリーを集めました。で、それをデジタルアニメーションとして、その間を、コマとコマの間をデジタルで繋げますっていうので、アニメーションで出したっていう。のを作ったんですよ。で、その22個のコラージュ作品は、後々タロットカードになるんですよ。なるほど。だから、その、後々、その、見に来たお客さんが、そのタロットカードを持って、シャッフルして、過去、現在、未来とか読むじゃないですか。そしたら、その、コマとコマの間は、自分で埋めないといけないから、なるほど。あと、再編、もう無限に可能というか、で、そのタイトルが、インタープリターって言うんですけど、だから自分の通訳、翻訳者って話なんですけど、自分で翻訳して物語を読み解いてくださいっていうので作ったのが最初だったんですよ。で、その作品を見て、
日本でもやらないって言ってくださってくれたの方がいて、うんうん、でそれで日本にも持って行ったりとかして、なるほど、そこから始まったかもしれないです。あれ昨日お名刺になってた T シャツはなんかタロットっぽかった？あ、あれはまた違うやつですけど、でもタロットのやつと似た。あれも ご自身の作品。そうそうです。自分ですよね。あれタロット、それとはまた別だけど、まあタロットの作品が最初だった。がなんか結構、うんうん、来たぞっていうのはそこかもしれないですね。へ、それで日本ではどこでなんかその発表したんですか、その時。そのキュレーターさんには。それキュレーターさんの名前言っていいんですか？全然いいですよ、ね。いいですか、住吉千恵さんっていう。ああ、名前は。トランマリス。あ、そうです。もうですよね、はいはいはい。が、その、アースギャラリーっていうところで枠を持ってらして、やってみないって言われて呼んでいただいて、でもう全部そのコラージュも日本から日本に送ってやらせていただいて、でそこでご縁があって、その後またあの千恵さんがあの母家展でも呼んでくださったんですよ。2019年の母家展に出すみたいな感じで。じゃあ見てるな、僕作品。その時どういう作品出されてました？ボカテンですか？ボカテン。なんか、うん、私アニメーション出身だったんで、あの、その時、ちょっと話ちょっと長くなっちゃったんですけど、その頃って、なんかアニメーションやりすぎて、アニメーションやってないとダメだってなってたんですよ。自分のワークホリックみたいな、アニメーションやってないと私は存在しないみたいな、なんかそういうちょっとおかしいステートになってて、で、その、ちょっとアニメーションをやめて、そのやらなくていいと、アニメーションやってなくても、私は大丈夫なんだと、でやりたいと思った時に作ろうって思ってた時に千恵さんからお話があって、ボカテン出すって話で、ボカテンってあの静止画だけじゃないですか、はいはい、だからちょうどいいみたいな、アニメーションやりたくなかったからちょうどいいみたいな、やりますみたいな、なので出したのがなんかパネル作品で、コラージュのなんか自分の中ではもうずっとこうちっちゃいアニメーションってちっちゃい画面で制作するので、自分の中でも超巨大パネルだったんですけど、ボカテンって大きいの出すのが、はい、まあみんな大体でかいの出します。でかいの出します。なんか自分の中では超巨大だったんですけど、ボカテンの中で一番最小みたいな、なんか一番小さい。自分の中ではでかく作ったつもりだけど、ボカテンの見たら見たらちっちゃい。もうめっちゃちっちゃかったんですよ。その時はモチーフは何だったんですか？その時は、あの、結局やっぱストーリーテリングみたいなのが頭にあるので、アニメーション的な。だから、その、1画面で、マンダラというか、よく見ると、その物語が1画面で、半時計回りに見ると、上から人が降りてきて、で、ここでなんじゃかんじゃって上に戻っていくっていう、こういう。はあ、はあ、輪廻転生じゃないけど、はいはいはい。そういうのを作りました。それは何ですか？コラージュ的な感じで作る。コラージュ、パネルにノリでつけていって、作ったんですよ。いや、もう多分、毎年ボカテン行ってるので、多分絶対見てるんですけど。でもちっちゃすぎて見えてなかったのかもしれない。いやいや、そんな失礼なこと。でもなんか面白いことに、その年に多分賞を取ったのはメイさんなんですよ。同じ年だったんですよ。メイ、メイ。あ、メイだ。メイが、あの、あれだ、あの、惑星を閉じ込めるみたいな感じ。だから、なんかあれですよね。だから、だから要するに丸くて、ちょっとこう、球体になってるような作品を作った。昔見たその破壊さんが多分、セレクトして、やってましたね。その時横にこっそりキュッていたんですよ、私も、実は。そんな。でも、そういう作品はそれの後も作ってるんですか？なんかその時に結局アニメーションやらないって言ってたんですけど、やっていくうちに、あ、これアニメーション必要やってなって、そこに QR コードを埋め込むんですよ。だから、その作品のテーマみたいなのは、その視点を変えるみたいなのだったんで、この作品があって、鑑賞者がいて、で、その QR コードを読み込むと、その作品の世界の中に入る。で、それをやったの、その年になんか YouTube、またそれまた別のサービスなんですけど、YouTube か Vimeo とかが、なんか360度で、その、ビデオをアップできるっていうサービスを始めた年だったんですね。ちょうど。ありました、ありました。なんかもうちょうどやりたいことができるみたいな感じで、これやるって言って、QR コード埋め込み出したみたいな感じ。
感じなんですよ。だからそのあたりからなんかやりたいこととその世界のテクノロジーが合ってきて、あ、じゃあ使いますみたいな、なんかそういう風にちょっと広がっていった感じです。でもそうなんですよね。なんか今改めて思ったら、その岡部さん前半で最新の展覧会の話をしたじゃないですか。はい、もう AI とかもう、デジタルの人じゃないですか。その作品の中で。でも、スタートはアナログだったんですね。すごい、アナログ。だそれがだん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 やっぱそのデジタルに移行せざるを得なくなって、逆に今度デジタルの面白さを今度取り入れるようになってきてみたいな感じなんですよ。でも本当になんかテクノロジーでこんなことできるんやでっていうのを別に見せたいわけじゃなくて、なんか本当にたまたま自分のやりたいことが合致するやり方が手に入る時代にいるから、じゃあ使いますっていう感じ。そうかそうか。だから結局、やっぱり先にデジタルがあるわけじゃないですね。そういうものが AI ができたからこれを使って何かしてやろうじゃなくて、やっぱり自分がやりたいものがまずあってってことなんですね。できるからじゃあそれ使うみたいな感じ。ですね、それはやっぱりでも自分としてはいい時代になったなって思いますか？なんか、そうですね。はい、思います。ああ、でもそう、ちなみにちょっとこれはプロデューサーが聞いてほしいところなんですけど、はい、京都とロンドンの拠点はどれぐらいの頻度で行き来してますか？ちょっとロンドンに興味があるとかって。今は6ヶ月、6ヶ月ぐらい。半分半分って感じ。それはなんかこう、自分で決めてるんですか？その方がいい。いや、なんかたまたま本当に、なんか6ヶ月間、あれなんていうんですか、なんか向こうに行ってすぐ帰ってくるっていう感じじゃなくて、向こうに用事があるから行く、で住んでる、で日本で用事があるから帰ってくるっていう、でまた日本にいて、ロンドンで用事あるから帰るっていうと、なんか6ヶ月6ヶ月っていうか、ちょうどなる。ちょうどなるぐらい。そのやっぱ2拠点の良さっていうのはあるんですか？ 2 拠点の良さ、でもやっぱりいろんな国がある中でやっぱりロンドンが一番性に合ってると。いや、慣れてるからロンドンっていうだけで、で、じゃあ他にどこがあるかって言われたらあまり知らないんで、どこっていうのがないからロンドンっていうだけかもしれない。そう、でもロンドンの生活はどんな感じですかって。ロンドンすごい楽しいですね、やっぱり。これはこの後もずっとこの生活が理想というか。まあ、そうですね。まあ、こう行ったり来たりできる生活だったらいいなと思います。なんか、私の人それぞれだと思うんですよ。一拠点の方が過ごしやすい人もいる。私の性質はきっと、なんかあんまり根を張りたくないっていうのがあると思うので。だから、うろうろしてたり。だからこそ、多分、その、アーティストにも入れないし、アニメーターにもなれないっていうのは、その性分があるからかなと思う。だから。でもそこに対してこう、ストレスは感じてないよね。だからこう、本当はどっちかに行きたいなくても、そういう自分が一番楽って感じですか？っていうふうに受け取ったタイミングがどっかであったと思います。昔は、なんかどっちかに行く、振らないとっていうのがストレスだったと思うんですけど、あるタイミングでもう諦めたみたいなのがあったと思います。もうこれでいいみたいなのはありましたね。で、ちなみにその、また質問変わっちゃいますけど、今後作りたい作品や将来成し遂げたいこともありますか？でも今の、例えば今回の場合は、小和田さんからこうご依頼を受けて、このスペースを使って作品作ってくださいじゃないですか。それとは別になんか自分の中でやっぱアニメーションの作品、こういうの今その発表とか関係なく作ってみたいなと思って。なんならもう作ってるとかもあったりするんですか？なんかこういうのがいいよねっていうアイデアは何個かあるんですけれども、そこ、アイデアが今なんか浮かんでる感じで、これっていうのがまだ掴んでないですけど、なんか、でもなんか友達が、エストニアのお友達が今度日本に来るって言ってるので、なんか一緒に映画作ろうっていう話は。それはアニメーション映画？アニメーションも取り入れた映画みたいな。でもそれで言うと今ちょっとふと思った。例えば絵画の方とかって別に制作、例えば展覧会とかギャラリーの、まあ美術館とかギャラリーの展示に合わせて制作してる以外でも、なんか描いたりするじゃないですか。はいはいはい。その映像作家の、まあ岡部さんの場合、その展覧会の準備とは別で普段、もう特に今スケジュール何もない時とかに、なんか今日これやるぞとかやることってあったりするんですか？ああ。
そういう時間あんまりないかもしれない。あ、そうなんですか。結構なんか常になんかやってる。なんか今なんか仕事なり、なんか頼まれ事とかやったりしてる。じゃあもう別にその、本当に純粋になんかこの自分、どこに見せるかわかんないけど、とりあえずやっとこうみたいな感じはあんま。それやりたいって思いながら数年経ってる、うん。そう、他のことがいっぱいありすぎて。でもその友達が来てやろうっていうのは本当に純粋に楽しそうだからやろうとか。うん、あ、でもこれとかもそうかもしれない。あ、そう、T シャツ、T シャツとかも。プロジェクトもそうだ。うん、じゃあ別に暇ってことはあんまないですね。そうです。何かしらやってますね。うん、その、昨日着てたその T シャツもスクリーンプリントで自分で誰にも頼まれてないのに、なんかすごい時間とお金をかけてやって。そうか。だから誰にも頼まれてないのにで言うと、だからあれですよね。今回の展覧会もなんか、今回、お客さんを選んだキュレーターさんがおっしゃってたけど、インスタグラムのなんか投稿を見て今回オファーした。そうです、ね。そのインスタグラムはどういうことを投稿してたんですか？それは、ライブで、うん、さっきもちょっと言ってたと思うんですけど、うん、コンピューターと人間の伝言ゲームっていうのを永遠とやり続けるっていうのをインスタグラムのライブ配信で。うん、それは別に誰か頼まれたわけじゃなくて。頼まれてはないですね。やりたいってなってやってました。でもその時コロナ中だったので、なんか京都府のなんか助成金みたいなのが出たからやれたっていうのもあるんですけど。でもなんかその、それがまさかだから展覧会つながると思ってないってやってるわけですもんね。そうですよね、うんうん、やらなかったやらないでいいことなのに、うん、赤字になってまでやってますよね。そうやって考えたら。でもよかった、やっぱそれがつながったんですね、そういうことが。いやでもなんかそれはやっぱ自分も思ってて、自分もブログ毎日本当誰に頼まれないのにもう休まずやってるんですよ、はい、1円にもならん、うん、まあなんかそれが結果多分今の仕事につながってるし、うん、なんならこのポッドキャストもマジで1円にもならないのでとか言ったらちょっとあれですけど、はい、でもやっぱりなんか続けてることがやっぱりなんかつながってくから、まあ、そうそう、そこは今話聞いてなんか通ずるとこというか、なんかシンパシーは感じて今、うん、聞いてます。そうだね、うん、なんか知らないけどやっちゃうみたいな、やりたいからやっちゃうってやっぱ強いですよね、うんうんうん、なんか確かにその方がいいものになったりするんですよね、意外と。そう思います。最後にこの質問、毎回聞いてることです。美術以外で好きなもの、趣味などありますか？オカルトとか好きです。あ、神秘学とか、うんうんうん、え、でもこれ美術ですかね。いや全然いいんじゃないですかそれはどういう、テレビとか本を読むとか。本を読むとかも好きです。錬金術師とかもめっちゃ気になったりとか、うん、シンボルとかも好きです。あのフリーメイソン的なやつとかですか？とかも好きです、ね、うんうん。そういう本、そういうのをなんかこう普通に本借りてきて、買ったりとかして、こう自分で頼む。なんか、そうですね。本読んだり、あと、何ですかね。なんか講座に出たりとかもしたりもしたりしたかも。なんかでもなんかやっぱりその多分さっきみたいにその一つのところに定住したくない人なんで、まあ浅く広くっていう感じなんで、まあ結構点在してますよね。知識を取りに行く感じは。だからそれはだから例えばじゃあいわゆる例えば日本にいる時とかロンドンにいる時とかにそのなんかミステリースポットに行ってみるとかもあるんですか？魔女の会とかにちょっと見に行ったりとかしたことに、うんうんうん、なんかこう、お香をこねたとかそういうの、ちょっと面白くないか。いやいや、全然。あ、でも行ってみるのも好きとか。で、なんかロンドンだと、そういう、スウェーデンボーグソサイティとかいうのがあって、そこに。何ですか、それは。なんかスウェーデンの、その神秘家みたいなのが18世紀かそのぐらいにいた人がいて、で、なんかその人の本を読むと、その頃に、あの、なんか、量子力学でいう超ひも理論の話してるやん、うん。もうその時点で。その時点で、その図形がそうじゃないみたいなのがあって、うん、なんでこの人はそれが分かったんだみたいな感じで、そこのスウェーデンボーグハウス、ソサイティとかまだ残ってるんで、そこのレクチャーとかに行くと、なんか昔、その、イギリスの、その錬金術師でペインターだった人の話とか、錬金術師しか作れない青を持ってたとか、なんかそういう話聞いたりとか、じゃあそういう秘密結社、でどこにいるのって秘密だからわからないみたいな、次どうやって進んだらいいかわからないみたいな。だけどなんかその辺の話聞いたりして、なんかいろいろそういう科学とかも好きなので、物理とか。それを、そういうの見えない世界のものと見えてる世界、なんかそういうのをつなげて世の中をこう
読み解いていくのが楽しいなと思って、いろんな興味はありました。だからでもそういうのが引き出しにいろいろと入ってるのが後でやっぱり生きてくるんですね。いろいろと学んどくことがというか。きっと。それで点を、点と点をパッて繋いで、これが面白いね、みたいな共通点見つけたりとかするのが面白いから、なんか結構点在しちゃうアイディアが、っていうのはあります。あれとか見るんですか？いわゆる都市伝説の番組とか。もう、なんか、だいたいわかります。だいたいわかってると思います。はい。抑えてるんですか？抑えてます。はい。それ昔からですか？その好き。好きは結構昔から、不思議なものとか好きでしたね。僕も子供の時、だから X ファイルとかやっぱ好きで、はい、なんか、なんとかリサーチ 2000X とか、ああいうの見てましたけど、そういうのは見てたんですか？ X ファイルとかも見てたんですけど、うんうん、その時はあんまり何も考えてなかった。あ、そうか、そうですね。中高生の時まで何も考えてないで同じだった。そうそう。その時はあんまり。もうぼーっと見てた。え、最近はちなみに麻雀はされてないんですか？最近はしてないです。ロンドンでは麻雀とかやる？昔、日本人のお友達がいて、うんやったりとかしてます。今教えたらいいんじゃないですか？ロンドンに広めたらいいんじゃないですか？いや、もういいです。もうやらないです。なんですか？熱中しちゃうのはまずいな。まずいです。はい、熱中しちゃうとまずい。まあ、もういいです。失敗。もうすっかりやりません。そうですか。だからロンドンに広めたら面白いかなと。あ、そっか。うん考えておきます。そうですね。いや、なんか余計なこと言わないようにしようかなと思って。うん、でも面白いですね。なんかいろんな、興味は尽きないですね、いろんなもの。そうですね。なんかもしかしたらもっと、また私の知らなかったジャンルとかがプッて出てくるかもしれないので。でもそれこそなんか僕なんか別にそんな詳しいわけじゃないですけど、なんか青森だとか、なんかあれじゃない、キリストの墓があるとか。行きました。あ、もう行きました。もう行きました。どうでしたお、なんか面白かったです。なんかもう日本語で、ここはキリストの墓であるって書いてるのが、断言してるのがすごい面白い。でもなんかよく考えたら、まあ、その、トワだって、十字架、和が足すの十字架、田んぼの田が十字架、なんか十字架めっちゃあるやん、みたいな感じ、すごい。って思ってて。確かに。で、そのさっき言ってたその、放射線の話あったじゃないですか。あれとかも、あれを考えてた時に、その原子っていうの、粒子のことか、そのもの、その物質を作る粒子で、プラスマイナス、中性子でできてるじゃないですか。で、私たちってプラスとマイナスで物事が生まれていくって考えがちだけど、そのプラスとマイナスと中性子っていうのが絶対大切っていうのが、中性子いかないと繋がらないみたいな。で、その日本神話ともすごい話どんどん飛んでくるんですけど、日本神話のその古事記で神様をこう読み解いていくと、イザナキとイザナミが出てきた時点で、あれ絶対プラスとマイナスじゃないですか。あの二人が出てきた時点で、その自然物と人間のなんか融合みたいな神様がいっぱい生まれてくる。水路の神様とか火の神様とか、なんか人間の力が入らないと生まれない。自然と人間。で、その前、だからプラスとマイナスはここにあるけれども、中性子が絶対どっかにいるはずや。中性子的存在なんですね。どこだっつって探したら、一番最初に出てくる神様で、雨の水神主っていうのがいて、そこが唯一なんか中っていう感じを使ってた。水神主の中に入ってるじゃないですか。水神主で、なんか一番最初に出てくる神様が、センターオブコスモスというか、なんか宇宙の中心が、水神主、中性子みたいな、中性子、なんかラスボスみたいなのを見つけて、で、中っていう感じが、なんか私にはその銃に見えるんです。十。太い横棒。太い横棒。捉えられた。とか？なんかダメなに？十。なんかそういう、なんか、よくわからない。まあ、どこに繋がっていくかわからないんだけど、なんかそういう繋げ方をして楽しんでるとか。だから、十。のこのオファーも意味があったんですね。やっぱこの十和田っていう。あったと思います。そうです。最初日本人、ごめんなさい。すいません、始まる前に何でも拾いますって言ったけど、拾えないものもあるんだなって自分では思います。すいません。どういうことだ。どういうことだ。
ですよ、ね。でもなんか面白い。うん、なんかうん、そう、でもなんかそう、自分の興味の範囲はだから、うん、そういう中世史とか、うん、量子とか言いつつも、うん、古事記にも広がっていくし、うん、そういう漢字の銃っていうのとのつながりがっていうので、こうやってなんか、全然違うジャンルをこう、うんうんこう、つなげながら考えていくのがなんか面白いっていうことになります。なんか、それは思うのは、やっぱり、これは前半にするべきだったんですけど、前半でこう、ギャラリーのスペースの内容を全て紹介したようでいながら、一つだけ抜けてたなと思ったのは、出口出たところに、その、岡垣さんの今回の展覧会の脳内地図みたいなドローイングが飾ってあって、なんかまさに今のような、本当いろんなことがその一枚の中にブワーッと書かれてて、なんかそれがあの展示空間になってるっていうのが最後にわかるのは、なんか今の話聞いてて、なんかわかりました。でも、それがすごい僕は面白いなと思ったのは、やっぱりその岡垣さんの多分考えてることっていろんなことを考えてて、言ってしまえばあのドローイングはぐちゃぐちゃって言ったりしてたけど、脳内ぐちゃぐちゃじゃなくて、多分色々考えてる。それを立体化というか展覧会した時に、展覧会もぐちゃぐちゃしないのがすごいなと思ったんですよ。多分そのぐちゃぐちゃっとしたものをそのまま形にしちゃったら、とんでもないカオスな空間になるのに、なんかちゃんとすごくそこは引き算されてて、なんか見せるべきものだけがちゃんと見せられてるので、そこの、なんか能力がすごいのかなと思って、レジ見てましたけど。でもそのぐちゃぐちゃってした点が、うん、多分その展示会の中で、見ようと思ったらいろんな点がビチャビチャビチャって出てくると思うので、その点を集めるような感じで楽しんでもらいたいです。何個かあるかもしれない。10個ぐらいあるうちの何個日。あ、そうだ、何個だからシンプルに見えるかもしれないけど、その線と、点と点をつなぐとこがいっぱいあるってことですね。いっぱいあると思う。うんはい、そう考えるとやっぱりなんか一回行くだけじゃなく何回か行くとまた見え方変わってくるかもしれないですね。はい、さあということでそろそろお時間がやってまいりましたということでそろそろ収録を、終わらなきゃいけないということです。収録はいかがでしたかということで。ありがとうございます。すごくなんかいっぱい喋れてよかったです。本当ですか。はい、あれ、嬉しい。聞いてもらえて嬉しかったです。いやいやいや楽しかったです。本当に改めてお口をお願いいたします。はい、岡垣典子のハッシュタグ拡散展7月6日から9月8日までスペースでやっております。はい、十和田市現代美術館スプライト会場のねプラスという字がたくさんあるでおなじみ十和田市で行われていますので来ていただけたらなというふうに思います。今後もだからまあ岡垣さんの情報は岡垣さんのインスタとかもされているということでインスタもやってます。ぜひぜひ皆さんチェックしていただいて、はいはい、フォローしていただけたらなというふうに思います。はい、岡田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組は不定期配信です。各種ポッドキャストサービスのフォロー購読をお願いいたします。感想はハッシュタグそろそろ美術の話を今後聞きたいテーマやゲストは番組ウェブページまでお願いいたします。